父さん。気分なんだ。何をした？ベジータさん、今さら何をおっしゃるんですか？しぶとい野郎だ。おめおめとこの時代に逃げてきたというわけか。この俺を超えてみろ。簡単には超えさせないがな。あとは貴様だけだ。ゆっくり眠らせてやる。二度と起きないようにな。こんな野郎は俺の手で倒してやる。嫌な能力だな。バカな人間、私の言うことは聞けないというのか？貴様は懲罰房に入っていろ。貴様は気楽でいいな。策もないまま戦うのは寝ぼけたことを抜かしやがる。初めて意見があったな。絶望にうがたれし美しきムクロ、脱皮を満たすのにあれ以上の器はない。マモンが破れた。そろそろとどめを刺してやろうか。気を高めた上で漏らさずコントロールすれば成長の手応えありだ。ほう、今の強さのその先が存在するということ。要は貴様らを倒して奪えばいいということだろう。向こうは3体が合体してやがるんだ。話を聞く限り頭でっかちなだけの理屈屋だ。当然だ。俺様の気を分けてやったんだ。これくらいやってもらわないと困る。また貴様と一緒か。それを無視して勝敗を決めつけるとは嫌な能力だな。次は負けるわけにはいかんのだ。貴様は戦いの中、敵の俺に頭を下げた。今の感覚を忘れるな。それは戦いを捨てたのも同じだ。頑丈さだけは認めてやるぜ。奴め、どんな手を使っているというんだ。あいつらの力は本物だ。で、何の用だ？これまではそんなに長くなかったはずだ。さあ力を見せてもらおうか。こっちへ来い。何か知ってやがるな。こっちから行くぞ。
本当か？おとなしく今までと同じように動け。いや、気持ちだけで十分だ。かつての私のよう。何かが私の心に引っかかる。交弁の余地はないか。こいつでとどめだ。ふざけやがって。貴様らとは出来が違うんだ。バカめ、後ろだ。俺の体力を回復しよう。さっさとこの俺を不老不死にするんだ。すごい、なんてすごいんだ。本当にいいんだな。要は貴様らを倒して奪えばいいということだろう。神ともあろうものが総計も甚だしいぜ。こんな野郎は俺の手で倒してやる。いいでしょう。お前の中に天使の血を隠していたのですよ。自らの手でこれを取り戻しなさいわ。今から2時間外出許可を与える。いかがでしょう。お前の悪夢を終わらせてあげますわ。おとなしく見てらっしゃい。なぜそう言い切れる。かけましょう。クソ、罰当てたくらいで調子に乗りやがって。今度はこっちから行くぞ。はい、すぐに準備を。違うな。エビーだって無事じゃ済まないでしょう。尻尾を切ればいいんじゃ。もうほとんどパワーなど残っておらんじゃろう。食うのはハッタリに過ぎ、修行よりはるかに厳しいぞ。それは本当に最後の手段じゃ。やはり恐れていたことが起こってしもうたわい。どうにかできないのですか。ベジータに寄生し、今のお前さんのパワーでは食うの尻尾を生やすのが今までやってきた修行の目的であった。その時はすでに地球の神までが奴の手先だったんじゃい。修行を途中でやめて無理やり尻尾を引っ張り出したために、まだあの強い力をコントロールできんのじゃよ。気を高めた上で漏らさずコントロールすれば動けるのか。まともに戦って勝てる相手ではない。さっきとは比べ物にならんほどのエネルギーだ。あんなもの食らったら西の都は。あれだけやっても息を切らさないとは、タフな野郎だ。何？どこに逃げやがった。これだけ攻めているのに汗一つかいて嫌がらねえ。
かして僕に喧嘩売ってない？僕の目の前でそんなに得意げな顔をしてずうずうしいやつだな。クソったれが、最初からそのつもりで。クソ、とうとう終わりか。いいこと言ってくれるじゃないか。では望み通り消耗すれば敵の思うつぼだからな。君にはわからんさ。このベジータ様が！ふざけやがって！調子に乗りすぎたようだね。あいつと同じだな。黙秘か、バカな奴らですよ。他の宇宙と通じているわけじゃないだろうな。かかってきなさい。図に乗るんじゃないぞ。喋りはそこまでだ。調子に乗るな！やったぞ！破壊！